バクー油田1800年代のバクー油田バクー油田はアゼルバイジャン共和国にある油田である。その歴史は古く1830年代から始まった。1878年秋、ロシア発の石油パイプラインが EN ・ブランベルによって作られた。ペルシャ湾の油田が見つかるまでは世界の石油生産の過半数を占める世界一の油田だったがソ連によって国有化され、 1930年代にかけては同国の石油産出量の大半を占めていた。爆風油田を管理したアレクサンドル・セレブロフスキーはソ連のロックフェラーと呼ばれた。第二次世界大戦ではパイク作戦としてドイツに石油を供給するソ連領の爆油田を英仏連合軍が爆撃する提案がされた。独ソ戦中、アドルフ・ヒトラーのドイツ軍は ソ連の戦争継続能力を奪い、不足する自国の石油も確保するために、爆油油田占領を目的として、ソ連南部カフカス地方へ侵攻した。ドイツ軍が占領した際は、連合軍の爆撃計画が再開されることになっていた。ドイツ軍は1942年夏には、カフカス山脈の中央部まで進出したが、補給難から撤退し、 ブラウ作戦自体もスターリングラード攻防戦の敗北によって失敗した。戦争中、爆風油田は一貫してソ連の石油供給の中心を担い、勝利への大きな貢献を果たした。ソ連時代にはネフタイラーによる開発が行われていたが、ソ連崩壊後は外国資本による開発も行われている。その後はボルガウラルや西シベリアの油田地帯が開発されるに従って、 その割合は次第に低下していった。今日ではゼルバイジャン政府はよりクリーンで効率的な石油採掘を目指している。その一環となるのがバクートビリシジェイハンパイプラインである。21世紀に入ると初期の頃から開発が進んだ領域では、組み上げ量の9割が水になるなど資源の枯渇が始まった。油田の領域はカスピ海沖合へと拡大している。 http://www.mining-enc.ru/serebreskei/osborn パトリックオペレーションパイクブリテンバーサスザソビエトユニオン1939-1941サンタバーバラ CA グリームとパブリッシンググループ ISBN9780313313684-1 に行く、油田自治通信社、80年まで、石油生産時事通信社、Wikimedia Commons には、爆油田に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。